アレクサンドル・セローフ・アレクサンドル・ネフスキー大修道院内チーフ・ビンボチにあるセローフの墓アレクサンドル・ニコライエビチ・セローフはロシアの作曲家、音楽評論家。批評活動の他にオペラを作曲し、主な作品としてユリとログネーダ、悪魔の力がある。画家のバレンティン・セローフは息子である。サンクトペテルブルクの法律学校で学ぶ。卒業後は 法務省の検事として勤務する傍ら音楽批評をはじめ、1851年に官職を辞して、音楽の道に専念する。ロシア大公妃、エレナ・パブロブナの支援を得て、サンクトペテルブルク音楽会の重鎮として活動した。作曲家としても、1861年から1865年にかけて2つのオペラ、ユリとおよびログネーダの上演を成功させ、 名声を獲得した。報じするように、セローフの評論活動は、ロシア国内で多くの敵を作り、その結果、彼自身の作品も常に辛辣な批判にさらされる、ことになった。モデスト・ムソルグスキーは、風刺歌曲、ラヨークにおいて、セローフを名指しし、西洋の作曲家への猛獣姿勢を揶揄している。とはいえ、ピョートルチャイコフスキーや、ニコライ・リムスキー・コルザコフのように、 セローフの音楽的着想から多くを学んだ作曲家もいた。1860年代以降、ロシア音楽界の潮流がアントン・ルビンシテインをはじめとする西欧派とミリーバラキレフラ、ロシア国民学派に二分される中で、セローフは第三の陣営と言える立場であった。セローフはルビンシテインに対して指揮者としての経験にかけ、作曲家とみなしえないと批判した。また、 ルビンシュテインが設立したロシア音楽協会のレパートリーをドイツ的で保守的で流行遅れと呼び、同じくサンクトペテルブルク音楽院に対しては音楽院は外国人のペテン師を援助しており、アカデミックな訓練からは偉大な芸術は生まれないと主張した。こうしたセローフのルビンシュテインへの敵対心にはルビンシュテインがロシア音楽のディレッタンティズムの風潮を批判しており、それを セローフが自分に向けられたもののように感じていたことがある。また、ロシア音楽協会の委員会や音楽院の教授にセローフが招かれなかったことへのわだかまりやバラキレフ同様の排外的な反ユダや反ドイツ的役位も含まれていた。1863年にリハルト・アーグナーがサンクト・ペテルブルクを訪れた時、セローフがルビンシテインをあまりにも険しく攻撃するのに面食らった。 この時、セローフはワーグナーに、私は彼が嫌いで、どんな情報もできないのです。と答えたという。一方、バラキレフに対しては、セローフは当初熱狂的に支持していたが、バラキレフのグループを支援する、評論家ウラディミル・スターソフとの反目や、セローフ自身のワーグナーへの系統からバラキレフから、離れていった。セローフとスターソフは、法律学校で出会って、 以来の友人であり、信仰を通じて音楽への理解を深めあった、中だったが、ミハイル・グリンカの二つのオペラ、皇帝に捧げた命と、ルスランとリドミラの優劣をめぐる、意見のフィッチが元で争い始め、他元を明かすことになったのである。さらにセローフのオペラ、ユディとバラキレフグループが攻撃したことで、両者の不和は、決定的となった。力強い一団という表現を茶化し、 バラキレフグループの別紙的な故障として用いて広めたのはセローフである。当時のロシアではワーグナーは新規な理論を振りかざす亡命者、あるいは危険な政治犯として論じられることはあっても音楽そのものは知られておらず、提出支配下の劇場での斬新なオペラ上演は問題外だった。セローフは1858年にドレスデンでワーグナーのオペラ、 タンホイザーの上演に接して、以来、ワーグナーの擁護者となる。すでに述べたように、1863年のワーグナーのサンクトペテルブルク訪問時をはじめ、1868年には、ワーグナーのオペラ、ローエン・グリンを上演するなど、ワーグナー作品のロシアでの普及に尽力した。ありがとうございます。